はい、今から2月5日の一部に青いのネットチェキを買ってくれた人の名前を呼んでいきたいと思います。まずゆき、ありがとうございます。この衣装ラストということで、なんかリクエストが決めポーズっていうことだったのでチキーンってしときましたありがとうございます。ちょっとね、ここにちっちゃく絵文字も書いてみたんで、楽しみに待っててもらえたら嬉しいなと思います。なんかこの衣装でね、たくさん、ほんまになんかこの衣装着たのが期間が長くて、そうで、めちゃくちゃね、いろんな思い出ができたなって思いました髪型もめっちゃ変わったし、そうそう、ありがとうございます。本当に次の衣装も楽しみに待っててください。ありがとう。はい、そして次いきます。ひょうちゃん、ありがとうございます。なんか2月5日がお誕生日だったということなんですけど、おめでとうございます。ハッピーバースデー。なんか今年もひょうちゃんがたくさん笑顔でいられるような年になればいいなと思って、ニコッとしてるポーズにしましたたくさんカンナギと一緒に思い出を作ってね笑顔で言いましょうありがとうございます。素敵な1年にしてね、ありがとう。はい、そして次いきます。かぬちゃん、ありがとうございます。なんかリクエストが全身ということだったので、ちょっとね、ちゃんと全部映るような感じにしてみました。なんかこの衣装に仕上げたての時はカチューシャつけてたんですよ。髪の毛下ろして巻いてカチューシャつけてて、次に何したかな、2つくくりにしたんですよ。で三つ編みしてハーフツインなんですけど髪型変わりすぎやろっていう感じではあるんですけど、まあね、この衣装になっていろんな髪型してライブできて楽しかったなって思ったんで、またこれも届くの楽しみにしててください。ありがとうございます。はい、そして次いきます。龍馬くん、ありがとうございます。横のチェキにしてみました。なんか初めて出会ったのはコスプレの時のライブって言ってたんですけど、でもなんかね、この衣装の時に出会えて嬉しかったですありがとうございます。本当にね、また次の衣装はまた全然違う感じなんですけど、めっちゃ可愛い衣装になってるので楽しみに待っててもらえたら嬉しいなって思います。ありがとうございますはい、そして次いきます。レナちゃん、ありがとうございます。リクエストがなんかいただきますやったんで、めちゃくちゃね、いただきますってしてますなんかおやつ食べに行く時とか、おやつって言い方おかしいな、カフェ行く時とかご飯食べに行く時とか、なんかご飯の横に添えて見ながら食べてください見ながら食べるんか分からへんけど、お願いします。ちょっとね、美味しそうなもの食べてたら分けてって喋りかけてくるかもしれないんで、横に置いといてあげてくださいありがとうございます。この衣装でね、そういっぱいチェキ取ってくれてありがとうございました。また次の衣装も楽しみにしててください。ありがとう。はい、そして次いきます。ラスト、もときありがとうございます。この衣装への感謝をっていうことなんですけど、まあね、感謝してます、めちゃくちゃなんかほんまに2代目の衣装で、これが葵にとってはそう、もときは1個目の時から見てくれてると思うんですけど、やっぱね、ちょっと可愛い感じの、みんなよりちょっとなんかふわんとしたスカートの感じやったり、リボンがついてたりとかで、ちょっと可愛い感じの衣装になってて、葵もめちゃくちゃ形とかも気に入ってて結構好きやったんですけど、次の衣装もね、めっちゃ可愛いので楽しみに待っててもらえたら嬉しいなって思います。ちょっといっぱい書いてるんで読んでくださいお願いします。ありがとうございます。以上ですね。はい、以上で青いのネットチェキ買ってくれた人ありがとうございました。ネクストドゥー。